笹氏は日本の氏族の一つ。ルーツに諸説はあるが、一般的には、宇田源氏佐々木氏の一族とされる。また、六角氏の所流とも言われる。他に、菅原氏とする説もあるがこれは、成政の父森政は一時母方の還元生予護氏を名乗っていたことによる。笹成政が出て有名になった。有力な説では、 佐々市の祖は、鎌倉時代後期の六角安綱の罰子佐々剣宗図、来期に始まる。来期の小時綱がおじ、六角頼綱の養子になって、佐々市を起こしたという。他に、応人の乱で主家に背いて戦死した、六角聖、京の子成吉に始まるとする系図も伝わる。また、佐々木森綱の子家自真実の八王子綱が、数佐国佐々省に住み、 佐々氏を称したとする者も,もあるが、上佐国には、佐々ザをなる者は存在せず、こちらは信憑性が低い。一方では、藤原施設もある。かつて、尾張国高田で裏にあった、大英五年名の盆昇に、旦那として、平佐々ザ氏の守る藤原定則と国名されており、当時は、藤原氏を名乗っていたことが知られる。定則は、織田信貞の変記を受けていると考えられ、 なりまさらの父にあたる可能性がある。また、佐々市の子孫には藤原氏を名乗る家もある。いずれにせよ、一代で成り上がった他の多くの戦国武将と同じく、その起源ははっきりしない。なお、佐々市の家紋は城であり、佐々木一族の縄文、四名ゆいは軍旗として用いられている。城門仕様の言われとしては、天文十四年、佐々兄弟が、 小豆坂の戦いで抜群の閃光を挙げたおり、信長がこれを称して自らマサジに主配を賜った。主敗はシュロの葉の上に乗せられていた。マサジは酒を飲み干すと、シュロの葉を鎧の背に刺してまかり出た。信長は囲碁シュロを家紋とするように命じ、四、目ゆいをシュロに改めたという。ただしこれは年代からして、信長ではありえず、信秀の間違いであろう。 戦国時代、笹隼歳、笹五介が、尾張国の戦国大名を出氏に仕え、小豆坂七本槍に名を連ねるなど優勝として、名を馳せたが、相次いで戦没し、彼らの弟の笹成政が後を継いだ。成政は、織田信長に仕え、織田氏が勢力を拡大させた後は、北陸方面において活躍した。信長が本能寺の変で急死した後は、成政は、 橋場秀吉と対立。柴田勝家や徳川家康らと結んで対抗するが、1585年には、本拠越中国府山城を秀吉の大軍に攻められ、降伏。1587年には、肥ご国を与えられるが、現地に失敗し、国人の一揆を招いてしまう。1588年なりまは秀吉に自害を命じられ切腹した。 成政の男子は創生したため後継ぎはなく、佐久間勝之など養子が何名かいたが、いずれも創生、復死するなどしたため、成政の直系子孫は断絶した。ただし、兄弟の子孫や娘の末裔に、佐々生を称した者も多い。佐々長生の子孫が江戸幕府旗元となっている。文家も数かある。この家系からは、大阪町奉行を務めた佐々誠医などがいる。 清衆。まさじま成政長州新衆。製造行政、松千代丸佐久間勝行重光。松浦島の一派で、非全国松浦軍佐々を拠点とする。氏名は、地名から、佐々と読まれる。英徳四年の松浦島一期承諾城に、佐々省の名が見える。平戸藩が編纂した家政伝によれば、佐々氏は文明年間に、 平戸松浦氏に悲観化されたという、ありがとうございます。